サー・ジェームズ・ホープはイギリス海軍の元帥でバス勲章の受勲者。東、インド、中国艦隊の司令官として幕末の対日政策に影響を与えた。1820年、ポーツマスの海軍兵学校に入学。1864年には中将。1870年には大将。1879年6月15日には元帥に昇進した。 1865年にバス勲ン賞を授与されている。1859年から1862年にかけて東、インド、中国艦隊の司令官を務めた。1858年8月26日、日英修行通商条約が調印され、翌年にはラザフォード・オールコックが初代中日英国領事に任命された。この際に、 英国外務省は、オールコックに、ホープと連絡を取り合うように訓令を与えていた。日本に到着した、オールコックは、江戸市中や東海道で英米の外交施設が、投石などによって、暴行を加えられていると本国に報告していたが、1859年8月25日、ロシア艦隊上組員2名が、横浜市中で何者かの日本人によって、 殺害されるという事件が発生した。オールコックは、本国外務省及びホープに対して、可能であれば、日本沿岸に一隻の軍艦を常駐させ、有事への備えとすることを提案したが、ホープはこれを拒絶した。現状で、日本の海港上に軍艦を常駐させることは、日本人の嫉妬心と警戒心を煽ることになり、有益どころか、有害になると考えたためであった。また、 当時英国は、清とアロー戦争を戦っており、ホープには日本に軍艦を派遣する余力もなかった。このホープとオールコックの対立は、本国の海軍省と外務省を巻き込み、両省は対日政策で対立することとなった。1861年7月5日、第一次、東前でラジケンが発生し、オールコックが襲われた。ホープは、ようやく、 オールコックの要請を受ける形で8月13日、品川に来航した。8月14日と15日、オールコックとホープは幕府首脳と秘密会談を持った。ここにいたり、ホープも日本の内外情勢を理解し、オールコックと意見の一致を見た。また、ロシア軍艦地島占領事件を日本側に立って解決している。日本での上位運動はさらに激しくなっていったが、 ホープは、その解決には幕府に、上位派老子の取り締まりを強化させることが必要と、考えた。また、それを促すには幕府に圧力をかけることが重要で、その手段として、日本の海上封鎖を検討した。後に、ホープの公認として、東インド艦隊の司令官となる、オーガスタス・レオポルド・キューパーに、海上封鎖が、実施可能か調査を命じている。 この海上封鎖用の艦隊が結果としては撮影戦争に使用されることとなった。1864年には北米、西インド艦隊の司令官を務め、1869年から1872年まではポーツマスで勤務した。ありがとうございます。